皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、すびれちゃんの297ステージ攻略いってみましょう。もうすぐで300ステージですよ。すごいですよね。さあ、こういうステージですね。いってみましょうか。ダイヤモンドを4つゲットできれば終了と。即終了と。さあ、この辺ちょっと消しづらいんですか。さあ、これで1個いける。赤、ちょっと動かないスマホが。もうなんか遊びたいゲームがありすぎて、前もお話しましたけど、どんどん溜まっちゃうんですよね。もう積みゲーになってるんですけど。さあ皆さん、積みゲーってなんで積みゲーっていうか分かりますか。逆に今の方は分からないかもしれないですよね。まあ、正解はあれですよね。昔は、まあ、カセットとか CD とかであれですよね、ソフト。遊んでないのをどんどん積み重ねていくということで、積みゲーって言ってたんですけど、今ダウンロードソフトとか多いですからね。逆に積むことないですよね。容量問題とか、なんかそっち系になりそうですけど。まあ、なんかスマホの容量足りないとかありますからね。さあ、あとは、ここにダイヤがあるか、違う。じゃあ、上ですか。上の2つのどっちか。間違っちゃった。消し間違っちゃった。これでドカーンと消してもいいですけど。案外なんか消せないですね。まあ、地道にちょっと下から消してみますか。ああ、これ消えないんですか。はい。さあ、これで消えました。これでもちょっと消しづらいですね。わって、これ消しますか。ドカーンって。か最近スマホの反応もちょっと鈍くなってますね。悲しい。はい。もうまさかのこの真ん中ですか。ど真ん中ですか。まあ言われてみればそうですよね。一番壊されたくないところにダイヤモンドを隠すというのは、至極当然みたいな。はい。青出て、おお、星が出た。欲しかった。星だけに。なんかちょっとよくわかんないこと言っておいて、黄色落ちてほしい。黄色落ちないですか。まあしょうがないですか。まあクリア優先できますか。よーし、いきました。ありがとうございます。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画出ししております。ぜひそちらもご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。